令和コスタ・行橋駅は、福岡県行橋市西線6丁目にある、平成築法鉄道田川線の駅である。駅番号は、HC30。駅名は、隣接する複合商業施設の名称である、コスタ・行橋に、令和開元以降の日本において、初めて開業する、鉄道駅であり、新しい時代も、お客様に愛される鉄道、駅を作るという思いを込め、令和を冠した。 当初は2018年度の開業を予定していたが、平成30年7月号による災害で開業が延期となっていた。その結果、令和への改元以降における初の新駅開業となり、令和が駅名に使用される初の駅となる。駅舎は、ドームデザイン研究所の水戸岡英二による設計。待合室、ホームの床及び壁の一部には、 地区法地区木材共同組合より、資材提供を受けた地区法杉を用い、出入り口スロープの手すりには、建築ヒノキを使用するなど、福岡県産の木材を使った駅舎が建設された。AB 平成地区法鉄道。令和コスタ行橋駅。A、一区ネット。平成地区法鉄道。2019年8月25日閲覧。ABCDEF、福岡に、 令和を冠した新駅が開業を平成築法、利用者像を狙う、共同通信、2019年8月24日、2019年8月25日閲覧、オリジナルの2019年8月25日時点における、アーカイブ、ABCDEF、平築、令和新駅が開業築法すぎ、軽築日の木、ふんだん、西日本新聞、 2019年8月25日、北九州版。2019年8月25日、閲覧。オリジナルの2019年8月25日時点における、アーカイブ。田川線、令和小下行橋駅が開業します。平成築法鉄道。オリジナルの2019年6月28日時点における、アーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 7 2 7 1 5 0 2 2 7 h t t p w w w h e i c h i k u n e t 2 0 1 9 0 6 2 0 1 9 0 6 2 8ニュース012019年6月28日閲覧。令和初の鉄道駅。 令和コスタ・行橋駅平成築法鉄道に8月24日開業へ福岡県行橋市 FNN テレビ西日本オリジナルの2019年6月28日時点におけるアーカイブ https コロンスラッシュスラッシュ web.archive.org スラッシュ web スラッシュ20190628102549スラッシュ https www.fnn.jp post 2019長628ウ8 TNC 2019年6月28日閲覧ありがとうございます